全員集合しました。四代目もカカシたち常人を連れて参加している。各地至るところである情報が流れている。そのことについて。そしてもう一つ、暁が忍び里を襲い、無論四代目にとってそれは本意ではない。そこでだ、これを頼りに田里より早くサスケを見つけ出し連れ戻すんだ。俺たちが探索班としてそれぞれの班についてサスケの手がかりを探す。特にナルト、先走るんじゃないぞ。そんなこと分かってる。俺の芸術一区別だ。忍びの五大里に代わり暁が世界を支配する。デイダラ、お前の空爆で敵を機能不全に陥らせたところへ。バカかおめえは。それじゃ支配することにはならねえだろうな。望み通り木の葉を潰すっていうのに、なんか不満か。もともとお前の配下に入ったつもりはない。おそらく五大里いずれかの追っ手だ。本当にサスケ君の匂いなの？どっちだ？ついてこい。暁。兄さん。しかし傷を癒すのに思った以上の時間が必要。お前はすでにどう動くべきか分かっているはずだ。こんな奴らとグダグダ話してたってらちが明かねえ。こいつら俺にやらせてくれ。好きにしな。影首縛りの術。おっと、その手にはかからねえ。誰があんな奴の相棒だ。仕方ねえな。その間にネジ頼んだわよ。それを言うなら一瞬にかける芸術家とでも言ってほしいな。なんだこれ。気をつけてナルト。くそ。ああ、目的が異なる者たちを仲間とは呼ばない。ガツーガーダイナミックマーキング。汚ねえ。あ、待て、この野郎。なんで助けてくれたんだ。巻き込まれないうちに静かに退場だ。お前たちを一区別にして暁の仲間にしてやるよ。お前の仲間になんかなるもんか。